スノーキーこと小手川幸也です。 FX 初心者さんに向けてお送りしますスワップポイント投資のやり方の例の動画シリーズ、過去にはユーロズロチの売り戦略やメキシコペソ円、南アフリカランド円、最近だとチェココルナ円の買いのやり方の例の動画などを公開してきました。それらのテキスト版はこの動画概要欄に貼ってあるので、興味のある方はそちら覗いてみてください。そしてこの動画を文字に起こしたものもすでに動画概要欄に掲載しております。で、こちらの動画2日ほど前に公開したんですけども、その中でですね、みんなの FX さんのこの通貨ペア1ロット1万通貨と誤った情報で、アップロードしてしまいました。正しくは1ロットが、10万通貨です。なので、正しい情報に訂正して、再アップロードしております。コメント欄でご指摘いただいた方ありがとうございました。はい。で、スワップポイントや為替レートは資料作成時点のものです。この動画概要欄に追記、コメント欄に追記っていうのを私がしていれば、そちら合わせてご確認ください。今回は、初めて、まあ、2日前に公開したんですけども、ハンガリーフォリント円の設定例、30万円資金版をお送りいたします。ハンガリーフォリント円は10日ぐらい前ですかね、みんなの FX さんとライト FX さんで、追加されてですね、そのスワップポイントがすごく高いということで、話題になっています。おそらくこれからもっと人気が出てくる通貨ペアかなと思います。で、この2つの会社さんと私のブログサイトでは限定タイアップキャンペーンっていうのをやっております。はい。みんなの FX さんだったら合計1万円のキャッシュバック、ライト FX さんもタイアップ特典がついてくるので、私のサイトブログを経由した方がお得なんですけども、みんなの FX さんの方が金額大きいので、口座両方持っていない方はこちら、もしもみんなの FX さんの口座持ってる方でライト FX さんの口座持っていない方はこちらで口座開設した方がタイアップ特典が受けられるのでお得です。はい。ちなみにハンガリーフォリント円のキャンペーンっていうのも今やってるので、そちら組み合わせてキャッシュバック獲得するとお得です。はい。ちなみにスペックは今のところ同じです、スワップポイントなどで。私がこの通貨ペアのスワップポイント投資をやる場合の考え方を公開します。例を3つ公開しますけども、そちらを推奨しているわけではないので、ご自身の判断でどんなやり方でやるか、あるいはやらないっていう選択肢もあるので、ご自身で決めてください。10万通貨の買いポジションを持っているときに為替レートが1円上昇すると10万円の含み益あるいは利益、10万通貨の買いポジションを持っているときに為替レートが1円下落すると10万円の含み損あるいは損失となります。100万通貨だったらその10倍の100万円の含み損になったりするっていうことをちょっと覚えておいてください、特に初心者さん。はい。で、主要各国の政策金利とハンガリーの政策金利をこうやって比較してみました。はい。メキシコペソ円っていうのは高金利通貨ペアとして知られています。そのメキシコと比べてもハンガリーの方が政策金利が高い、まあ、そちらがですね、買いスワップポイントが高いということにもつながっています。ハンガリーフォリント円の月足チャートで、中長期の値動きを確認しつつリスクなどを見ていきたいと思います。みんなの FX さんのトレーディングビューというチャートツールでは約20年分の、為替の値動きが表示できました。その約20年間の安値っていうのが 0.30 円台、2012年1月につけていました。で、この資料を作成した時点での為替レート 0.364 円、高値が 0.7 円とかってあったので、現状安値圏です。はい。2022年から2023年にかけて多くの通貨ペアが円安に動きました。なのでメキシコペソ円なんかはですね、ちょっと高値圏かなっていうところにあるんですけども、この通貨ペア20年間で見ても、安値圏です。で、買い方なんですけども、まあ、史上最安値とか、まあ、今回の場合は20年間安値の 0.30 円台まで為替レートが下落しても強制ロスカットにならないような買い方はしたいところです。そして、この通貨ペアの特徴としては必要証拠金が少ない。この通貨ペア1ロット10万通貨なので、10ロットだと100万通貨、
100万通貨を保有しても、この為替レートが1円にも満たないので、なんと、必要証拠金はこれぐらいの少ない金額になります。この通貨ペアの特徴をまとめてみると、為替レートが比較的安値圏にある、必要証拠金が少ない、そしてスワップポイントが高い、これらの3つの特徴があります。次からは設定例ご覧いただきます。はい、ここが前回間違っていた部分ですね。150万通貨15ロットで、買いスワップポイントが1ロット、10万通貨あたりプラス30円がずっと続いたと仮定して、川算用していきたいと思います。はい、為替レートがこちらの時の必要証拠金の目安が、5万5000いくら、この場合のレバレッジが約 1.8 倍です。スワップポイント投資などの FX の中長期投資ではレバレッジは2倍以下に抑えたいという考え方の方が多いです。私もまあそうなんですけども、そこは抑えられています。で、1年間でどれぐらいのスワップポイントになるかっていうのを算出したんですけども、こちらの金額になって、川山用なんと、約 54% と非常に高い数値となりました。でもリスクが高かったら怖いな、なんですけども、強制ロスカットラインは 0.188 円、ね、先ほどの20年間安値の 0.3 円よりかなり下、まあ余裕でカバーできている、そんなにリスクが高いっていう買い方じゃなくっても、なんと、年利 54% の川山用となります。いや、ここまでカバーしなくていいんじゃないのっていう方は、数量を上げる、はい、200万通貨20ロットにした場合、買いスワップポイントが、調査時のスワップポイント10万通貨あたり30円が続いたと仮定します。はい、必要証拠金は先ほどよりも数量が上がっているので、ここも上がっております。で、レバレッジがさっきの 1.8 倍より高くなって 2.5 倍。はい、で、年間どれぐらいのスワップポイントを得られるの、あくまでもこれが続いたという仮定なんですけども、なんと、219,000円、元で資金30万円に対して、大きなリターンで、年利期待値、これあくまでも川山用ですけども 73%、 その代わり、強制ロスカットラインが引き上がって、0.244円、20年間の安値はカバーできています。さらにここの数量を引き上げてリスクもリターンも高く取った場合が次です。はい、前提条件同じ、これが続いたと仮定して、はい、必要証拠金は先ほども多く必要になって、レバレッジ 3.1 倍、なんとこの場合元で資金30万円に対してこちらのスワップポイントが、狙えるという川山用になります。で、強制ロスカットラインどこかって見ると、先ほどの20年間安値の 0.3 円より少し下です。で、まあ、3つの例出しましたけども、まあ、私だったら1つ目の150万通貨でやるかなっていうところですね。なぜかっていうと、あまり聞き慣れない通貨ペアなので、まあ、何が起こるかわからない、ちょっと怖いなっていうところがあります。リスクもリターンもっていう方は2例目3例目になってくるのかなっていうところですね。最後になんですけども、そんなにスワップポイントがもらえるのと思ったかもしれませんけども、為替っていうのは変動リスクがあって下落する可能性があります。大きく下がったら強制ロスカットになる可能性もありますし、含み損がすごく膨らむ可能性もあるので、ご注意ください。そして、史上最安値、まあ、今回の場合は20年間安値ご覧いただきましたけども、そちら更新しないとは限りません。はい、で、スワップポイントっていうのは日々変動するものなので、今回は10万通貨あたり30円が続くっていう前提でお話しましたけども、スワップポイントが下がる可能性あります。ハンガリーが特に利下げした場合、いつもお伝えしますけども、資金が多い場合は1社に全額投入、今回30万円での例でしたけども、まあ、500万円とか1000万円である場合は、まあ、数社に分散がおすすめなんですけども、現状この動画投稿時点ではもうみんなのヘックスさんかレートヘックスさん2択なので、まあ、分散っていうのはあれかなと。ただまあユーロズロチもメキシコペソ円も全部1個の口座でやるっていうのは、まあ、個人的にはうーんですかね、まあ、1個にまとめることによる、メリットっていうのもあるんですけども、はい。で、不定期調査していますメキシコペソ円などのスワップポイント比較とか、他の通貨ペアの、30万円資金でのやり方の例、あとタイアップキャンペーンなどは動画概要欄に貼っております。そしてこの動画文字に起こしたものすでに動画概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。この後は告知なので、口座を持っている方はもうここで動画閉じてください。
はい、ということで、みんなの FX さんとのタイアップキャンペーン、先日より増額になりました。メキシコペソ円スワップ投資派に人気のセントラル端子 FX さんなどなどともタイアップキャンペーンやってますので、私のブログサイト、ぜひこの動画概要欄から覗いてみてください。はい、ということで修正版の、こちらの動画をお送りしました。ご指摘ありがとうございました。 YouTube チャンネル登録、そしてこの動画の評価お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。